始まった、始まった。はい、みなさんこんばんは。ガニコと徳永ちなみです。イエーイ。さあ、ベリーズ工房10周年記念マジアで特番始まりました。うー、あ、画面にカニが出ましたね。いやー、始まりましたよ。ちょっと今一人なんですけど、はい、今日はですね、なんと私が仕切りとかね、進行をやるということで、本当にもう3年ぶりにドキドキしています。本当にちょっと今日は頑張りどころと、見せどころだなと思います。頑張ります。いや、これ西川さんも見ててほしいなと思うんですけど、まあきっと見てないんでしょうね。あの、二人はいつ来るんですか？早速ですがですね、メールを募集中、画面の下のお便り募集から送ってください。なんて読むんだこれ。なんて読むんだこれ、漢字が読めない。抽選です。あ、抽選。で、抽選でですね、3人の方にポスターをプレゼントしたいと思います。ということで皆さん、メール募集してます。じゃんじゃん送ってください。抽選で3名の方にポスターをプレゼントしたいと思います。徳永さんに番組内容の変更をお知らせします。え、あれ、キャプテンと熊井ちゃんは、え、何これ、番組変更のお知らせって何。やだ、こういうのダメダメダメ、やられたことないからダメ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 。え、待って待って待って、本当にこれはガチなやつ。あれ、あの、プロフィール変更とかいう企画があったのは、え、待って待って待って、これはやばいやばい、これはなんだ、何の展開だ、なになになに、やだ、なんだ。え、ベリーズ工房の公式プロフィールを更新しようのコーナーはやりません。え、代わりにこのコーナーからスタートです。題して、ちなみの部屋。何これ、え、待って、何これ、え、ちょっと待って、ちょっと待って、あれ、皆さんこんばんは、清水咲です。イエーイ。ちょっと一回イエーとか言う前に一回まず趣旨を説明してそう、あのね、事務所の方が、ちなみの MC 強化月間ということで、ちなみの MC 力を鍛えようという話になり、今回ドッキリを仕掛けました。やばー、ドッキリなのこれ。そう、ドッキリ。楽屋で違う偽物の台本必死に何回も読んでるから、頑張ってるな、ちなみって思ったんだけど、それ偽物 の、あの台本だったから全く意味なくてマジ、うん。いや、あのね、私もね、MC を私にしたのは、あの、ニコドさん、本当間違ってるなと思ってたんだけど、それは口に出さなかったわけ。うん。強化月間なんだよ、ちなみの MC を。なんかあった時に、こう、うん、ね、答えられるようにしなきゃいけないから、はい、うん、頑張ろうということで、今回はドッキリを仕掛けました。じゃあ何、もう、あの、練習してた成果は出せないってこと？まあ、今後、このね、今日のこのニコ生さんの放送中に鍛えようということで、うん、は、え、何やんの、ドッキリにも対応できるように頑張ってください。え、本当に本当に、ちなみの部屋っていうコーナーが始まるの。そうなんです。頑張ります。頑張ろう。頑張ります。3年ぶりに、さっき緊張してるって言ってた。いや、本当3年ぶり。なんで3年ぶりなの。なんか3年前何があった。3年前は、あの、忘れたんだけど、やっぱりこう、なんだろう、責任を負う仕事ってやっぱり負担よね。なんかその一人のせいでダメになるみたいな仕事はすごいなんか苦手なの。苦手なんだ。そう、武道館ライブとかやった時もドキドキしたけど、あれはなんか7人で頑張ろうよみたいな感じあったけど、今日はなんか台本見たら全部徳永徳永徳永3人3人徳永3人みたいな。そうだったね。いや、これあのメンバー選んだ人絶対間違ってるよと思いながら。違うよ、あえてだよ、あえて。あえてなのね。あえて徳永にしたんだから。待って、ちなみの部屋って何、そもそも。そう、いいですか、うん、早速始めたいと思います。はい、まあね、チートは今年3月3日で、はい、ベリーズ工房、ま、ちょっと待って、はい、クマちゃんどこ行った。クマちゃんもまあそのうち来るから、まだ来ないよね、まあ、安心して、うんうん、そう、3月3日でベリーズ工房デビュー10周年を迎えてね、うん、まあ、10年間以上ちなみと一緒にいるわけですよ。はい、まあ、最近
ここ1年ぐらいで、うん、徳永さんもブログをね、はい、始められまして、ブログね、やります、そうそう、やってます、ね、それまではツイッターとかやってましたけど、はい、そのツイッターが公式のドリコモのね、はい、公式ツイッターになったから、ツイッターではなくね、取られた取られたもうね、あのブログの方になったわけですけども、はい、なんといっても、まあ、更新率の悪さ、いや、あの言わせてもらいますけど、うん、今日タイミングよく更新しました1週間ね、私更新したの1週間ぶり私更新しちゃったよ、何これ、さっきからそう、でも、うん、更新率が悪いと、うん、で今年の初めかなんかに、なんか打倒キャプテンの更新率みたいな感じで言ってましたよね、はい、あの私1日3回から4回ぐらいを目処に上げているんですけれども、うん、あの今日1週間ぶりにブログを上げられてまして、はい、ちょっと更新率の悪さが目立つなと。何これ、今怒られてんの怒られてんのこれ私今、まあ言えば、うん、なん反論は何かありますかね、そのブログの、はい、更新率の、いや言わってもらいますけど、おなんだ、そもそもね、うん、ガミの私生活皆さん知りたいんですか。知りたいよ、それはもちろん知りたいですよね。いや、こないだそのブログに書こうと思ったことが1個あったわけ、うん、その、うん、食生活のことなんだけど、うん、お昼ラーメン食べて、うん、夜ラーメン食べて、またその次の日の1食目にラーメンを食べたんですよ。食べますね。でその日の夜にとんかつ食べて、また次の日にとんかつを食べて、すごいね。そのことを書こうと思ったんですけど、うん、どうせ皆さんね、コメントとかに食生活が悪いって書くでしょ、絶対に。どうかね、なんか、うん、そのなんでしょうね、7人いるとその宣伝担当とかあるね、だいたいこう決まってくるじゃないですか、うん、なんか私は気楽にやろうかなと、そういうなんか堅苦しい私を見せちゃったら、そのキャラっていうのかな、あんまりこう徳永ちなみの良さが出ない、うん、かなと思って。なるほどね、うん、でもやっぱちなみのブログを楽しみにしている方はもちろんいるわけだし、はい、うん、まあ、誰かに頼るよりはやっぱこうね、今日みたいにいきなり何が来るかわからないわけよ。いや本当今日はびっくりよ、ね、うん、本当にびっくり。ちゃんとそういうところもやっていかないと。事務所のスタッフさんも来ちゃってる。そうだよ、観覧席ができてるんだから。観覧席ができてる、でも1名しかいないんだけどやだね、だからやってやるぞっていうところを今日は見せてほしいわけですけれども、はい、うん、まあ、とりあえずブログの更新率が悪いので、はい、あの私の意見が合っているか、それともちなみが、いやそれはキャラだっていう意見が合っているのか。そうですよ、私がね、たくさん更新したら私じゃないし、皆さんちなみどうしたんだ、何があったんだってびっくりしちゃう。いいじゃん、それもハプニングだよ。皆さんびっくりさせないように私はしてるのよ。びっくりしたいかもしれないじゃん。本当はね、更新したら1日ね10回ぐらいは更新する内容はあるんだけど、うん、本当はあるんだよ、口だけだぞ。いや本当に本当にこれはガチなやつ。ほら言い訳って書いてあるよ。いや言い訳って書いてある。ほらむしろびっくりさせてって。やだねそれは、まだもっととっときたいの。あと更新しないことによって、うん、ちゃんと更新した時にちなみやるじゃんみたいな、いやいやいや、なんかその普通の人がやったら当たり前のことなんだけど、うん、それをやんないことによってそのギャップが生まれる、できた時のハードル低すぎだわそれ勘弁してよ。そう、そこを狙ってるわけなんですよ。まあね、そういう意見はありますよ。見る人もいろいろ大変ですから。大変じゃないよ。何人も何人も更新したらもうあのネットワークの通信料とかすごいかかっちゃうから。なんないなんない、だってちなみだけのブログしか見てない人とかいるかもしれないじゃん。そんなわけないじゃないですかこんな私のブログ見てる人います？いますよ。いるの本当に。うん、います。本当にちょっとコメントに書いてある、そんなこと。書いてありますよ。すごい見てるよって、ほら、うえーい、人気者だね。見てる見てる。もっと見てないっているじゃん、ほら見てないって書いてあるよ。それサーセンとかほらね、更新率が悪いからかもしれないので、はい、まあ、どちらの意見が正しいのかユーザーの皆さんにアンケートで判定していただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。見てるよ。1が徳永、いやいやいや、2が清水。本当に毎日ね10回更新したらもう皆さん大変なことになっちゃうでしょ。だって私1回1日3回とか4回とか更新してて。何それ、苦じゃないの。実際は苦なんでしょ。キャプテンも実際はもうブログ辛いなとか思ってるんでしょ。思わない。だったらあげないじゃん。言えないだけで素直に今日なっちゃいな。なってるよ。どうなの、素直、常に素直。え、ブログは何なのキャプテンにとって。え、だってファンの方とつながってる場所じゃんいや一応ね、うん、でしょ、うん、コメントとかも見てるよちゃんと。ほんと、うん、ペラ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 ってこうやっ てちゃんとじゃないじゃんそれ。それでは結果の方をお願いします。はい、いや私悪くない。イエーイ。チーが 15.1%、 清水 84.9%。 待って、私のファンこれ見てないでしょ。見てるよ、今日告知してたじゃんそれこそ。いや告知今日ブログでしたんだけど、ね、
私のファン絶対にこのニコ動見てないって。見てるよ、見てます。いやーちょっとなんかすごい敵作ってる頑張らなきゃ。だからいやちょっとブログの更新何したらいいの。だから今日は例えばチーはいっぱい食べるわけじゃん、うん、ね、ご飯好きで、うん、だから今日はこれを食べましたよだけのブログでも、あ、チーちゃん今日はこれ食べたんだってファンの方思うかもしれないし。で、真似して食べるの。真似して食べる方も嫌だよ、そんな真似されるの嫌いだからみんな真似しないで、まあ、真似しないでって最後に書けばいいかもしれない。真似しないでねって、うん、そうそう。なるほどね。なんかほら気になるじゃん、やっぱり普段どんなことしてんのかなとか、はい、普段は寝てるね基本この間13時間睡眠とかしちゃったからあれ寝すぎじゃない。やっぱね、なんかその私生活を晒すっていうのが恥ずかしいというか。あ、くまいちゃん、どうも。何ニヤニヤしてきてんのどうもくまいちゃん、やっほーやっほー。何そんなニヤニヤしてんのくまいちゃん。くまいちゃんもはめたんでしょ。え、もうね、本番始まるまでワクワクドキドキだったよ。もうやだよね。もうさ、楽屋ですごいさ、あっちテンパってたでしょ。もうどうしよう、仕切りだ仕切りだ、どうしようって、うん、もう内心、ドッキリなんだよ、ちーとかって思いながら、ね、熊井ちゃんはね、仲間だと思ってた、うん、いやね、よかったよ、あの反応。面白かった。面白かったよ。待って、なんかすごい、これどう展開していったらいいのかもわかんない。ドッキリって意外と難しいのね。そうだね、うん、対応していかなきゃいけないからね。あ、これも今強化訓練中なの。そういうことになりますよ。そうなの、これどう、うん、後で反省会。ただ今日の MC はちなみなわけで、うん、ちなみ任せなのよ。そうなんだよね。このドッキリだけ私たちは持ってきたけど、ドーンと、うん、私任せなのやめてください、そんな私に全ての責任を重わせるなんて。何が重わせるって何。ドーンと来させるなんて、それやめてくださいそうだから、どんな時でも対応できるようになろうねっていう、うん、なるほどね。まあ10年活動してますからね、はいはい、まだまだですよ、私なんてペッペレペのペッペレはい、まあね、ありますけど。じゃあ熊井ちゃんのね、話もそろそろ聞きたいなと思いますよ。何、熊井ちゃんからなんかあんの、はい、うん、熊井ちゃんからもなんかあります。何、これは文句なの。ちなみの部屋で、ちなみの部屋、そうそうそう、普通の何、ちなみのいいところとかをトークするんじゃなくて、何、文句とかを、まあ、聞きましょう、まあ、そうだね、そうそうそう、ね、うん、私が思うのは、まあね、自分で言えることじゃないですけどこうよくチーはこう日記を始めたっていうのをよく聞くんですよ、はい、うん、言うね。でも何、3日で終わってて、3日以上の話を聞いたことがない、うん、で、なのに日記の日記帳を買ったっていう話はすごい聞くの。もうなんかもう4冊、はい、5冊目ぐらい多分持ってるよね。もっと持ってるね。8冊ぐらいです。8冊持ってるよでしょ、はい、なのにきっと多分中身はほとんど白紙なんだよ。てか白紙なんだよきっと、うん、で、その三日坊主なところを直した方がいいなと思いますね。ちょっとこれも言わせてもらいますけど反論するね言わせてもらいますけどはい、何でしょう。あのね、憲法にそもそもそんなことがありますか。三日坊主はダメとか、そんなね、人に害することは私は一切やってませんすごい開くな。日本国憲法出ちゃいます。はい、あ、そっちなんかも日本国憲法って知ってる知ってる。日本のルールね、うん、やばいよ。皆さんだって知らない人いるでしょ、絶対に。知ってるよ、知ってるよ。いや、三日坊主も例えばなんだろう、そのブログのことに関してもですけど、うん、全体的に人に迷惑がかからない程度に人生をお送りしてるからまあね、でも まあ、ね、やるって言ったからにはやらないと、なんか、うん、口だけじゃんみたいになっちゃうかもよ。いや、じゃあ私言わせてもらいますけどさっきから言うね。まず熊井さん、はい、まあさっきの清水さんから私ブログのね、うん、あの何、更新してないって来ましたけど、うん、そうですね。熊井さん、あなた、はい、あなたも1週間してないんですこれどうかと思いますか。私だけ責められる理由。熊井さん、現に1週間更新してません。いや、それさ、さっきこう裏でね、キャプテンとちなみのやり取りを聞いてたの、はい、もう自分にも言い聞かされてるって思った、はい、しかも、はい、今日更新してないです、私。ほら、見てください、私だけじゃないんですこのグループは。じゃあそこはもう素直に認めます。もうごめんなさい、うん、もう更新はしてないですけども、うん、書く気はあるんですよ。あの、私だって私だって書く気はある。違う、でも一つ違う、私はちなみと、あの、こうブログ書くときに編集とかってあるでしょ、うん、で、アプリに保存するって言って記事を保存するボックスがあるの、うん、そこに私いっぱいあるから保存してるボックス、ただ更新してないだけで。
でもネタが古いってことでしょ、更新したやつ。いや、まだちょっともうちょい寝かせとこうかなって。こういやいやいや、結果更新しないと、ね、全ては結果だから。更新してるかしてないか、私も悪いのは認めますけどそうだよ、だから日記もやるやる言ってるけどやってないっていうのが結果でしょ。まあそうよねまあそうよね、うん、はい。まあ、ちなみの場合ブログに関してはこう打倒キャプテンって言ってる分やらないと、私はもうそこはもうキャプテンには及ばないと思ってますから、もうマイペースに更新しようかなってね。いや、なんかキャプテンに及ばないとか、そのちょっと挫折してる感じがまずダメ。もう常に向上心を持ってないと。じゃあチーはここから更新率がすごい上がったりするわけね。おお、なんかそりゃ期待大ですね。いや本当にね、ここ最近言わせてもらいますけど、うん、晴れてる日はやたらブログの更新をしたくなるわけ。晴れてる日晴れてる日は本当に、うん、これしてないけど本当にそうなの、うん、だけどやっぱなんて言うんだろ う、 こうファンの人はなんかオチを求めてくるというか。そうかな、そうでもないよね、うん、いや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 、うん、ちょっとね、なんかその圧というかブログのあるかな、そんな圧。だって自由に更新していいんだよ。そうだよ、何を言ってもいいんだから。キャプテン、キャプテン朝おぱよだけでしょ。おぱよで盛り上がるからいいじゃない。最近おぱよ使ってないんだから知ってるでしょ。うん、こちらいろいろあったけどそうだよ、いやね、これはね、ちょっとまあでも人に迷惑をかけてないっていうところでは、うん、胸を張って私は悪くないと言い切れます、うんうん、はい、そっか。あ、ちょっと熊井さん負けてんじゃない。私は言い切れますよ。熊井ちゃん頑張って。日記を書くか書かないかも、うん、私次第ということですよ、うん、いやね、でもね、まあ、続けてほしいですよ、うん、はい、口だけにならないでほしいってことだよね。口だけにならないでほしい、はい、まあ、どちらの意見が正しいか、ユーザーの皆さんにアンケートで判定してもらいたいと思います。いや、これは悪くないでしょ。さあどうなるかな。自信あるよ本当に。私のファンの皆さん絶対1。私のファンの皆さん絶対1わかんないよ。私のファンの皆さんは絶対1。意見で変わるかもしれない。1をお願いします。いや、でもね、こう私は別にそんなあの打倒キャプテンとか言ってないから、うん、いやでもね、最近ちょっとね、なんかブログの更新をしてなさすぎて怒られるんじゃないかってちょっとヒヤヒヤしてる、うん、ちょっと最近ビビっちゃってる、ね、今日1週間ぶりにしてたもんね。そう、はい、それでは結果をお願いします。おったー、決まってー。 75% ちなみが 25% で。ちなみってファンの人いないっけ。いるよ絶対いないよね、やっぱ、ね、やっぱ、ね、待って、どうしよう、やっぱ7番手なのかな、メンバーで最下位。違うちなみファンの人もちなみのことをもっと知りたいし頑張ってほしいっていう意味で熊井ちゃんも今選んだ。そう、ちょっと絶対、ちょっと明らかの75対25、うん、75対25だったよね。はい、ちょっとひどくない、まあ、いや、ね、頑張ろうっていう。でもそう、頑張ろうってことだよ。じゃあ、あさって更新する。なんで今日して、明日して、あさってでいいじゃん。いやいや、あさってからちょっとやってみようかな。あれ言っちゃったよ。あさってからなんかちょっと気分を変えて更新してみようかな、うん、やるのね。あんと、まあ、程よい感じにね、こうやっぱ無理したりすると高熱とか出てても困るし。やめて、それはそれは困る。だから本当に、ね、あさっては更新します。これ言い切れます、はい、あさってのブログ10、18、19、20、20日のブログは更新します。皆さんぜひチェックしてください。楽しみにしてていいんですね。はい、はい、ということで今日来ていないメンバーからちなみの部屋に VTR が届いているとのことで、それの何知らない。さあ見てみましょうかね。なんかちなみ特集じゃん。そうだよ、そんな悪いですよ。さあ早速見てみましょう。こちらです。こんばんは、ビーズ工房の津久永桃子です。さあ、いや今ですね、ちなみに徳永ちなみちゃんに直してほしいところありますかっていう風に質問されたんですけど、もうち全然思い当たらなくて、もうちなみは本当優しいし元気だし、もう本当一切思いつかないんですけど、まあ強いて言うならば、そうですね、ちなみはちょっと持ち前の肌がちょっとね
焦げてるっていうか、そのちょっとあの黒いんですよ。だからももちと一緒にツーショットとか撮るときに、ちなみのその肌の色に合わせたライティングをすると、私元から肌が色白なので、なんかお化けみたいになって、そう、何にも全然可愛くなく、ただ飛んだなんか真っ白なお化けみたいな風に写った写真がブログにアップされちゃったりするのはすごく困るし、他にもあのこの間すごい急にいきなり電話がかかってきて、ちなみから、で普段ちなみと電話することなんてそうそうないんで、私何かあったのかなって本当に心配になって、かけ直したらただの間違い電話で、まあそれはまあ人間だから間違いがあるのはしょうがないんですけど、その後にメールが来て、あの間違い電話しちゃった、ごめんね、あ間違えた、許してにゃんって私の決め台詞で謝ってくれたんですよ。で、あだから、あじゃあまあ許してにゃんをちなみが使ってくれたし、私は許そうかなって、大丈夫だよってメール打とうとした瞬間、許してにゃん使ったら吐き気がおえーみたいな風なメールが来たりとか、なんて失礼なんだろうと思って、他にも私がずっと半年以上前から貸してるなんか好きなアーティストさんのアルバム全然返さないし、なんかいつもももちに暴言ばっか吐くし、なんかねひどい、なんかそんな全然ないとか言いながらちょっと口が滑っちゃったんですけれども、ちーちゃんとはこれからも仲良くしていただきたいなというふうに思います。私たちはお友持ちの垣根を越えて、もう親友の仲になったってちーちゃんは言ってくれていたので、もちろん親友からのこの直してほしいところ全部直してくれますよね。楽しみにしてます。めっちゃ言ってんじゃん。ねえ、めっちゃ喋ってた。ねえ、めっちゃ言ってんじゃん。めっちゃ喋ってたね。うん。うちらもこれ今初めて見た。めっちゃ言ってた。めっちゃ喋ってた。これ撮ったの今日でしょ。ね。うん。ぽかったね。ちょっとまあ確かに写真撮るときにね、ライトとか、うん、ちょっと肌が焦げてるって言われてね。ちょっとひどくない？ももちひどいよ。焦げてるってね。てってまあね、明るくしたりとかしてるけど、うん、あのやっぱりこうなんていうのかな。まあ、ももは、うん、まあ、それなりに波ぐらいに普通の顔ですよ、ビジュアル。ベレージコーブで言ったら菅谷梨紗子ちゃんとかね、うん、みんながこう可愛いの、ももちゃんのな、うん、波ぐらいなんですよ。波なのね、うん、私はこんぐらいだと思ってるんですよ、自分が。おだから、ね、私にちょっと合わせてほしいなっていうのがあって、うん、それやってるだけであって、うん、私ちょっとこれももちに言わせてもらいますけど、うん、コメントの尺取りすぎでしょ。ねえ、結構喋ってたよ。うん、長かったね。長かったね、うん、それに私は文句を言いたい。逆にね。逆にね、うん、なるほどね。あと間違い電話の話、うん、間違い電話は本当にこれは、うん、あの申し訳ありませんでした。本当に間違ってしまって、うん、やっぱね、あの許してにゃんは使ってあげましたよ、うん、あげましたよ。分かった、あげましたよ、ね、うん、一応もうみんなのももちの、ね、名台詞ですから。そうです ね、うん、ただやっぱり私はこう許してにゃんは嫌い。嫌い。はっきり言いましたよ。はっきり言いました。許してにゃんは嫌い。はっきりがね。あと CD は本当に、うん、あの返そうって本当に思ってるんです。もう借りてから半年以上経ってるんですけど、本当に思ってんの？本当に思ってんの？聞いたの？聞いたの？あのね、あのまだ聞いてないの。ねえ、やばいよ。聞いてからお返しします。ちゃんと返してあげてね。うん、いや本当にあのほこり被らないようには保管してあるんだけど、保管するんじゃなくて聞いて返してあげて。じゃあ1週間後に聞いて、うん、あのすぐ返しますので。なるほど。もう少々お待ちください。待っててもらいましょう。はい。はい、ただ喋る尺長すぎです。はい。リアルということでね、はい、ももからの突然なコメントでしたが、はい、まあ、ももの意見が正しいか、うん、ちなみの訂正が正しいか、うん、ユーザーの皆さんに意見を聞いてみたいと思います。これはね、勝てると思うよ。かね。うん、本当に。じゃあ聞いてみましょう。アンケートお願いします。勝てるでしょう。どっちだろうね。絶対に。だって CD だって返すつもりあるし、うん、間違い電話もね、わざとやったわけじゃないから、うん、これは人間誰だってミスはある。まあね、間違い電話はしょうがない ね、うん、そうだね。まあ、CD 半年借りて聞いてないってのやばいけどね。そ、うん、あのミュージックプレイヤーに入れようと思ったんだけど、うんうん、あの入れ方が分かんなくて、あれ、あ分かるようになってから借りた方が良かったかもね。いや本当に、うん、どっち。それでは結果をお願いします。はい、ということで、トキさん約 20%、ももさんが 80% ということで、今回も次永さんの圧勝ですね。ねえ、待って、本当にあの特番組んでもらって、すごい嬉しいんだけど、全然喜べない。
当に喜べないし、こうなんだろう、潰しにかかってるっていうか、私を公開リアルダメ出し、ね、いや公開リアルダメ出しすぎてでまたね、これニコ動終わったらスタッフさんにあそこがダメだったって反省会聞いたんですよ本当にちょっとこのニコ動今日怖いですね。いや頑張らないとね、いや本当に、もうダメ出しはこれで以上ですか。もうまだ全然受け付けますけど。あ、受け付けるそうですよ。全然もう、まだ、もうここまで来たら、実はまだある、はい、そう本当ですか、今ないと思って言ったんですけど実はまだあるんです、ね、実はそうなんですよ、まあねはい、私たち並でね一緒にレギュラーやってるじゃないですか、あのラジオ日本さんで、ね、待ってベイズ工房をね、やってるじゃないですか。どうもこんばんは、お疲れ様です。はい、ベイズステーション1422、はい、そのねスタッフさん、はい、星崎さんになんで来ていただきましたよ。ちょっとありがとうございます。ちょっと寄らせてもってもいいですか。何でしょうか。ちょっと太りました。そうですね。ちょっと太りました。あれ一発目それ失礼だから。ちょっと太りました。今日それ失礼なやつだよ。ちなみに久しぶりにこの服着たんですけども、うんうん、そうですよね。ですよね。はい、あれはそうなんですよ。ちょっとこの辺恥ずかしいんですさっき。ちょっとね太ったね。太りましたね。すいません。いや、とんでもございません、本当にもう。え、待って、なんでここにいるの？いやいや、本当に10周年おめでとうございます。ありがとうございます。わざわざありがとうございます。本当に昨日ちょっとこの話を聞きまして。はい。ね、普段はさ、こう、ちなみがあのスタッフに物申すっていうコーナーをやってるじゃないですか、ラジオの中で。今回はこう逆パターンということで、うん、そうだよ、ね、スタッフさん、星崎さんからね、あのちなみに対するこうダメ出しをねしていただこうということで。待って、この間収録した時そんな雰囲気もなかったし。そうですよ、もはや収録のために私は、ね、逆にあったらその時に言ってくださいって言ってるんですよ、うん、なのに言わないのはそちらだから、うん、そちらだからじゃないよそちらのそうです、ねまあ、昨日聞いた話なんで僕もね、はい、もうなんだか今本当に分かんないんですよね、はい、出るってこともさっき知りましたね。椅子壊れない椅子壊れない椅子で椅子壊れないようにしないといけない、はい、興奮しちゃいけない、はい、興奮しちゃいけない、また怒られるの。ああ僕が言えばいいですかね。はい、ぜひお話を、さっきあのブログの話結構出てましたけども、はい、それにかけてですね、はい、かけて、かけまして、はい、ま、告知をですね、ぜひですねしていただきたい、まあ、おこがましい話なんですよ、これは。おこがましい、いやいや、そんなことないです。とってもおこがましいと思ってます。当然のおこがましい、まあ、できればあの告知をね、一回でもブログでしていただきたいなと。本当にこの前もですね、収録の時に10周年おめでとうございますってケーキを、はいはい、そうなんですよね、ケーキ、まあ、買って持っていったんですけど、はい、写真撮っていただいたんですよ。撮った撮った、iPhone ででしょ、はい、一個もブログに載っけてくれないんですよ単純に何のために撮ったの、ね、徳永さんの思い出になっちゃってるんですよ。なるほどできればブログに載っけていただけたらありがたいなとは思うんですけどね。いや、熊井さん結構してくれてるんですよ、なんだかんだで、はい、ブログの更新つないって言われてますけど、はい、なんだかんだそうですね、告知はしていただいてる、うん、はい、そういや、バレてました。そうね、一個も告知しないたんで、か多分番組でもう10回ぐらいケーキ買ってるんですよ単純な思い出で10回が思い出になってるんですよね、そのまま。いや、本当に私の写真ほら綺麗に保管されてます。そうですよね、はい、いや、ぜひ披露してほしいいただきたいなと。そんなお祝い毎回させてもらってるのに逆に物申しちゃってるんでしょ。それ問題だよ、ちなみにすごい物申してる。ティッシュ硬いですとか。ダメだよ。飲み物が小さいですとかね。ねえ、待って待って待って、やめてください、そんなこと話したことないから。ケチくさい女と思われるのやだよ。280ml じゃなくて500ml にしてくれとかね。あ、500ml の方がありがたい。そうですね、すいません。いや、本当にちょっとこれは何にも言えないけどじゃあね、言わせてもらいますけど、頑張って。出た、出た、はい、どうぞ。告知をどう面白く文にすればいいんですかと。いいです、面白くしなくていいんで。普通に告知してくれればいいんですよ。ケーキもらったでいいじゃないですか、もうそれで。うん、ですよね。告知してくれればいいんですけどね。毎週0時30分。いやいや、毎週じゃなくていいです。だから僕がケーキ買った時だけでもいいですよ。何かの節に。何かの節にやっていただけたらなと思うんですよね、はい、うん、じゃあまた今度ケーキもらった時にしましょうか。いつかな、分かんない。どうせだから来週でもいいですよ、それは別に、うん、あ、じゃあ何これ更新しないといけない感じになってきちゃってる。嫌なの嫌なの。嫌ならいいですけど別に。いや、ちょっと待って、ラジオ外されないか心配になってきちゃったの。だからそうですね、このまま更新がなければもう
じゃあスマレージの福田さんと変わってユリナステーションに変わるってことで、カノンと一緒に、そうですね、なんか本当になっちゃいそうな雰囲気なんですよ本当にガチで笑っちゃってるちょっとじゃあ、明後日そのケーキの写真載せましょう。本当ですか。はい。なんかそんななんか僕主導で大丈夫ですか。違います。せめて僕が言うまいと思ってましたけど、僕主導でいいですか、告知。なっちゃいますね。はい。もう。まあ、あ、そうですか。水曜日来週。あ、来週水曜日。ずいぶん長いスパンを。今週でよくない。一週間後に。あ、じゃあ毎週日曜日夜0時30分から、はい、ラジオやってますから、うん、その前に告知するっていうのはどうですか。素晴らしい。ケーキをドンって乗せれば一発も乗せて何も面白くおかがしくしなくていいんですよね。うん。でもその何ですか。開き直りか。いやいいんですけど。大丈夫いいんですよね。そんなに写真だけだと分かんないよね。でもね。じゃあラジオ日本さん、ぜひ聞いてください。うん、ケーキもらったでいいんですか。いいんですかって言われちゃうと、まあまあもうちょっと面白くしてもらった方がいいですけど、それは何つったらいいですかね。それはもうちょっとまあうまくやっていただいて、それは。そうだよ。これは確かに、ね、まあそろそろ告知しないと外されるなっていうのは。あって、まあ、裏でもそろそろブログで告知しろっていうのもちょっと怒られたこともあったんですけど、うん、もうこんな全面的に告知のことで怒られたら本当にします。いやいやいや、ありがとうございます。断言した。ありがとうございます、はい、本当にもう。ではお願いしますよ、言ったからには。え、言ったからに本当にしたい気分は山々にあるよね。気分だけじゃなくて、それを実行に移しましょう。わ、ね、うん、かった。わかった。はい、日曜日じゃあ。明後日更新するのとブログが、はいはい、あとは今週の日曜日にケーキの写真をあげます、はい、誓います。お、ありがとうございます。期待します。本当にそれではどちらの意見が正しいのか、ユーザーの皆さんにアンケートを取りたいと思います。アンケートお願いします。これ私勝ったらすごい面白いんじゃないいや、ならないよ。そもそもおこがましいですけどね。いやいや、わざわざ、わざわざ来ていただいたんだから。いやいや、本当に。 そもそも私言わせてもらいたいんですけど、まあ、はい、緑の T シャツ持ってて、オレンジの T シャツ1枚も持ってないですよね。そうですね。そこは、ちょっと待って、一回、投票まだ、投票1回まだ、ちょっとまだやってて。何ですか。やっぱりその、なんか、くまちゃん寄りっていうのも、はい、なんか気に食わなくて、更新もしたくなかったっていうのも、やっぱあって。いや、スタッフ僕だけじゃないですからね。そうもちろんですね。いや、だけど、星崎さんは、うん、なんだろう、ちょっとちなみを見守っててくれてんじゃないかなっていうのは心の中で見守ってますよ思ってたんですけど、はい、もうね1年ぐらい前から、はい、そのなんか緑の T シャツがチラチラ見えることが何回かあって、ね、いつになったらオレンジ着るんだろうと思ってたんですけど、はい、19歳の時の T シャツですか。そうですね、19歳。そうですよね。使い古してしょうがないですけどね。オレンジの T シャツ1個も持ってくれてなくて。そうですね。だから買わなきゃ買わなきゃと思ってます。ちょっとそういうところで告知をしたくないっていう反論もあるなっていうのもありますよね。今思いついたってことでいいですか、それ。はい。必死な抵抗です。はい。ありがとうございます。ということで結果をお願いします。私これいいでしょ。だってオレンジ着てる。はい。ということで11点。ありがとうございます。88.3%。ありがとうございます。これも圧勝ですよ。低いね。うん。何これ、ちなみって敵がすごい多いのかな。いや、まだまだ頑張ってほしいなっていう。そうです。皆さんが要望です。はい。はい、強制じゃないんで本当に。ですよね、はい、今言いましたね、強制じゃないって言いましたね。ただやっていただきたい。今私はそれ今もう聞き逃しませんでしたよ。いやいや、強制じゃないですよそれは。はい、はい、ただやってほしいなってことはいっぱい言いますよそれはもちろん。はい、はい、まあ、やりたい気持ちは山々なんですけどね。なんでそこから動かないですかね。気持ちで収めないで。何が、何がそこにあるんですかね。これだけは言わせてもらいますけど、はい、すごい告知したいんですよ本当に。しましょう、うん、すごいしたいですけど、はい、例えばなんか違うラジオとかに呼ばれた時にしなかった場合、ね、うわあっち寄りだよとか思われるのも怖くて、まあまあ平等にするには。いや今日のニコニコの告知してるじゃないですか。こっち一回もやってくれてない。うん、1年2年くらい。レギュラーですよね。もうそろそろ2年ですから、そろそろ告知していただければななんて思うわけですけどね。はい、もう最ものご意見だと思います。はい、その通りでございます。じゃあ、告知する代わりに、はい、やっぱオレンジの T シャツも着てほしいな。まあ、まあ、もちろん、もちろん着ます、ね、サイズがあるのがあれば着ます。まず XL から、ですから、ね、ちょっと太りました、はい、太りましたね。ちょっと太った。太りましたね。すごいね、メガネがすごいちっちゃいですもんね。そうですね、もう少しで曇りますからね。面白い。いやいやいや、本当に、まあ、T シャツ買いますよ、それは、まあ、ありがとうございます、はい、じゃあ告知、じゃあ、本当にする気はあるんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。わざわざ本当に。いや、お邪魔いたしました。ありがとうございました。すごい、だってもうなんか椅子の
のクッションがへこんじゃってるもんね。失礼だよもう。ということでね、はい、まあ、ちなみの部屋ということでいろいろみんなから言われましたが、いや本当に、はい、ちゃんと受け止めて、うん、なんか怒られるに来てるよね今日は。楽しみ。違うよ、ちなみの MC 力強化月間ですから、はい、でちょっと本当に私ってダメな人間だなと。違うよ、いやいやそんなマイナスに、そうさらに上に行けるよっていう、そうそうそう、本当にだからもうきっと今言った水曜日と日曜日に更新したら、うん、またこう やればできんじゃんみたいになるんでしょ、ね、はい、うん、頑張りましょう、はい、はいということで以上ちなみの部屋でした。私これもうそうよ、いやここからはもう本当あの見せ所ね、司会の頑張って。さあ続いてはこちらのコーナーです。リアルマジアで検証コーナー、イエーイマジアで。さあこのコーナーはですね、皆さんからメールでいただいた、うん、これって本当なの私だけが知っているベリーズ都市伝説を紹介し、それがマジかマジじゃないのかを検証していく企画でございます。なるほど、はい、はい、ということでね、うん、まあ、10年やってればいろんなことありますよ。そうだね、ちょっと読んでいきたいと思います、はい、こちらは高知県の男性の方です、はい、10周年おめでとうございます。ありがとうございます。早速ですが清水さんに質問です、はい、清水さんはアイス好きとしてファンにも知られていますが、はい、夕食のおかずに部分部分でアイスを食べるというのは本当ですか？そして熊井さんはやっぱり部分部分で納豆ですか？よければ教えてください。懐かしい、言ってたね、部分部分で納豆って10年前ぐらいじゃない？そうだよね、うん、どうなんですか？え、部分部分でこれはマジなのかマジじゃないのか、夕食、まあね、キャプテンのブログは私本当に1週間に1回ぐらい見るんですけど、うん、1週間に1回だったらすごいたまるぜ。もう1週間に1回ぐらいであの一番上の記事見るんですけど、うん、やっぱあのアイス食べようとか書いてありますから。うん、食べる、うん、夜は食べます毎日、はい、ね、キャプテンはアイス好きっての知ってますけど、熊井ちゃんは納豆食べてますよ。私今最近ハマってるのがあってあの揚げあるじゃん、揚げ、揚げ、油揚げ、油揚げ、はい、略してるね、そう油揚げ、揚げ、油揚げ、うん、油揚げの中に納豆とチーズを入れて焼くの。これね、メイクさんに聞いたんだけど、はい、めっちゃ美味しくって、はい、もう結構もう何、一時期先週かな先々週ぐらいもう、はい、週に3日ぐらいは食べてて、すごい、そう、うん、で納豆も油揚げも賞味期限がすぐ切れちゃうから、はい、もう常にこう冷蔵庫の中に入れとくっていう感じですごいハマってます。まあ、この人はね、部分部分でアイスを食べているのかどうか、うん、でくまちゃん部分部分で納豆を食べているのかどうかを気になってますから、はい、ぜひ判定してほしいなと思います、はい、ということで、はい、これはマジですかそれともマジじゃないですか、判定をお願いします。これはマジです。ですおお、マジなのね、はい、マジ。え、ご飯のあれとか食べてんの？本当にアイス。ご飯の合間っていうよりは、まあ、ご飯の後に、うん、アイスです。なるほど、熊井ちゃんもね、はい、私も納豆ちょいちょい部分部分であの挟んできます。挟んできます。熊井ちゃん絶対怪しい。なんで本当に食べてる？その納豆に、はい、揚げ納豆は本当に今、うん、ブームで、ね、そう、自分の中で。じゃ あのそれはじゃあブログで更新していただきましょうよ。あー、どんどん攻めてくるよ。1週間熊井ちゃん更新してないから。ね、まあね、そうね、うまく作れた時はじゃあ更新しようかな。楽しみだね。結構見た目が悪いので、はい、うん、はい、じゃあこれは解決ということで。はい、マジでした、はい、マジでした。はい、じゃあ続いていきたいと思います、はい、清水さん読みって書いてある。はい、こちらは東京都にお住まいの女性、はい、那須さんからです。はい、都市伝説といえば、昔移動中のバスの中で須藤さんがちょっかいを出しすぎて普段おっとりしている熊井さんがおい須藤と怒鳴ったというエピソードが印象深いです。何より熊井さんが怒るイメージがなさすぎてびっくりです。これマジですか？いや、これは多分おい須藤って言った覚えはあるんだけど、結構まーさんと絡んでこうなんていうの、こう冗談でちょっかいまーさんが出しすぎてきた時はなんか冗談で言ってる、うん、なんかおい須藤、須藤、おいおいおいみたいな感じで言ってるのを、多分それこれがどっからの情報かわからないけど、はい、その時別に怒ってなかった。もういつも通りのノリで、うん、こうちょっとなんか
いつもと言い方変えて普段はまあさんだけどちょっとおい須藤みたいな感じで、うん、なるほどね、ノリでやってたから、はい、これは怒ってないですよ私。これはじゃあマジでかマジじゃないか。これはマジじゃないです。おお、違うということ、違うということですね、うん、はい、全然まあさんに怒ったことないですね。なるほど、くまちゃんが本当に怒ったら怖いと思います。うん、そうね、なんだろう、本当に怒ってるとこ見ないから本当に怒ったら、ね、マジでやばいと思う、うん、あの取り、そうそう、取り返しつかない取り返しつかないぐらい日本語頑張ってくださいMC の前にちょっと日本語から勉強しなきゃだめだよね。本当にちょっと怒られそう。そうだね、うん、怖い今日、頑張りましょう、うん、はい、はい、じゃあ次読みます。ベリーズ工房の皆さんは、はい、ラーメンがみんな好きで、うん、ラーメン工房っていうのは本当ですか、うん、っていうのみーこさんから来てますね。お便り、女性の方ですね、はいはい、ラーメン好き多いですね。多いです ね、はい、ね、ラーメン好き多いですね、うん、私ラーメン飲んじゃうのもね。ラーメンは飲み物ですすごいことだけどね。あの、うん、ラーメンってこうなんだろうね、お腹にたまんないというか、うん、替え玉をしたくなるし、あ、でもいつも替え玉するよね。そう、しかもその1人前を、うん、豚骨ラーメンの場合、うん、3分ぐらい食べ終わっちゃうの。早い。1人前の前麺を3口とかで飲んじゃって終わっちゃうから、もうそんぐらいラーメンは好きです。あの夜ホテルでカップラーメンの会を開くくらい、うん、ラーメンが大好きです。なるほど、まあ、キャプテンもラーメン好きでね。ラーメン好き。ちなみに夜ラーメン食べに行ったら写真送るぐらいだよね。そう、今ラーメンの食べてるよって写真送ったりする。はい、あとはあの最年少の菅谷梨紗子ちゃんとかもラーメン大好きだし、うんうん、ラーメン工房と言ってこれはいいと思うんですけど、うん、その、まあ、今までラーメン工房が出たか出ないかっていうと、これはあの出てないんだけど、うん、マジです。マジです。マジで。マジですね。マジでラーメン工房って改名してもいいぐらい、うんうん、改名はちょっとやめましょう。はい、もう10年やベリーズ工房でやってきたんで。ラーメン工房ってもう改名してもいいぐらい。いやいや、うん、はい。じゃあそれはつんくさんに交渉してもらって。はい。ちょっとあのいいんじゃないかなって胸を張って、うん、そうですね。言い切っていいと思います。はい。さあということでマジやでということでね。マジですね。マジやでです。はい、じゃあ続いていきますかね。はい。はい。こちらは、うん、沢村沢村呼び捨てここに赤い丸書いてあるの読まなくていい。赤い丸は読んで。沢村沢村沢村さんね。沢村さん、はい実は、マーサが一番新曲などのダンスの振り付けを把握している。あ、これね、誰が判定する？やっぱキャプテンだよね。こういうのやっぱマーサのファンを敵に回す可能性があるから、こういう質問はなんでよ、同じベリーズ工房のメンバーじゃん、はい、いやでもこれマジやでだと思う。マジやでなのね。うん、だってこの間っていうか今ベリーズ工房ツアー真っ最中じゃないですか、うんうん、そのツアーで昔の曲とかやってる時に一番覚えてない、細かいところまで、これ一本だっけ、それともここ親指出るっけとかさ、うんうん、こういうところもすごいマーサ覚えてて、うん、でみんなでその時の映像、ミュージックビデオとか見ると、うん、本当にそのマーサが言った方が合ってたりするから、あ、結構合ってるよね。うん、なんかマーサに聞きたくなる感じはあるよね。そうね、うん、そうかなでも、なんか言ってないけど、それ以上にキャプテンが、そう、そう、嘘、うん、そうかな。キャプテンを持ち上げるわけではないけど、うん、本当に他の人の番号まで覚えてるから、まあね、バイチとかはね、なんか神なんじゃないかと思ってだってキャプテンが間違ってたとしても、こうダンスの先生も間違ってるキャプテンを合ってるって思っちゃうくらいだから、そう、本当に間違える回数少ないというか、はいはい、信頼されてるのかしら、ね、うん、そうそうそう。いやでもマーサも一応すごいですよね、うん、そうね、マーサすごいと思うよ、はい、いや私も今すごいと思った。思った、うん、どうしようかね、マジでいいんですか。これはちょっと敵を作りたくないのでマジです。そっちでいいのね、はい、そういう方向でいいのね。やっぱこういう発言すると逆に良くないのかもね。そうかもしれないね、うん、MC としてはね。そうだねじゃあ続いて、はい、はい、はい、こちらはイカ様です。はい、イカ様さんから、はい、ベリーズ工房の都市伝説、うん、恋の呪縛と君の友達は歌詞がリンクしている。え、どういうこと、どういうこと、そうなの。いや、え、どういうこと、待って、これ歌詞ね、これ初めて聞いたんだけど、どういうことだろう、そうなの。
え、待って、どこがそうなんだろう。ね、リンク？リンクって何？重なってる？繋がってる？どういう意味？どういう意味？キャプテンわかる？どっちから繋がるんだろう。恋の呪縛と君の友達、どこが重なってんだろう。難しいね。これどういう意味？どういう意味？今どうなってんの？え？どういうこと？どういうことかわかります？皆さん。マジじゃないんじゃない？マジじゃないかもね。だってつんくさんから聞いてないもんね。マジやるかマジやじゃないか。初耳だよ。じゃあ清水さん、はい、判定をお願いします。マジじゃない、わからない。これどういう意味？わからないよね。初耳。下手なこと言えないよね。下手なこと言えない。マジだったらどうするって話だし。そうだよね。ちょっとどういう意味してんだろう。イカ様どういうことですかね。イカ様、でも待って、や、告白なんてしないでよって恋の呪縛で言ってるじゃん、うん、でやっぱりそうだ告白で、まあ確かに何でもない。え、告白、友達のさ歌じゃん、はい、これは、はい、うん、君の友達ね、うん、熊井さん解説してくれてるのね今、はい、どっちも友達にこう、うん、恋をしちゃってるわけですよね。でどっちも多分学校なんだよこれは、うん、学校関係で、うん、で多分恋の呪縛ではこう教室の中で繰り広げられている恋なんだけど、その中の一場面で君の友達があるってことかな。ね、何を言ってるかわからないよね。てか逆にイカ様これどうやって思ったんだろうね。でそれはちょっと知りたいですね。そう、うん、まあ、とりあえずマジじゃないという方向で、はい、残念、ね、はい、じゃあ続いて、清水さんよりです。はい、わかりました。ロカベリーさんからです、はいはい、アイドル界のスカイツリーこと熊井ちゃんは、うん、実際に東京スカイツリーの建設にも携わり、展望デッキの部分をクレーンを使わずに組み立てたって本当ですかということです。熊井さん、これマジなんですか、それでもマジじゃないんですか。いや、マジだったらすごいでしょ。普通に言いました、普通に言いました、うん、マジだったらすごい、マジだったらすごいでしょ、ね、ロカベリーさんふざけんなぐらいの勢いで、そう、うん、何言っちゃってんだって感じだったよね、うん、今ね、なわけないだろ、うん、てかむしろあのスカイツリーの中にまだ入ったことがないの。あれ、なるほど、空町とかにも行ったことがないのね、まだ、うん、あのこれだけスカイツリーとか言ってますけど、ね、アイドル界のスカイツリーって言ってますよ、まだないから、うん、まあね、ちょっと行ってみたいなっていう。なるほど、はい、じゃあこちらはもちろんマジじゃないです、はい、はい、ということで、これカンタ、これふざけてるとしか思えない。そうね、普通に考えて、うん、はい、だってそんな武蔵もないです私。あ、600武蔵634回、はい、はい、なるほど、目指してんだよね、でもね、目指してる、目指してはいるんで、そう、どっかしらでこうね対抗心はあるけども、はい、まあね、現実に戻って違いますよと、はいはい、なるほど、リアルなダメ出しだったね。リアルなダメ出しだったね。じゃあ、はい、行きますか、最後ラスト、はい、こちらは大阪府長さない王道さん、男性の方です。はい、ベリース工房10周年、これって本当ですか。うん、清水さんは今後の芸能活動に幅を持たせるために一発ギャグを練習してるって本当ですか。おっと、暗くなるか、私も気になる。どんなお便り、これ。いや、本当に書いてあるの、あの、本当に書いてあるの。いや、マジじゃないです。違いますよ、本当に。これなんか一発ギャグ。え、でもさ、一発ギャグあるって聞いたことあるんだけど。どこから。いや、本当に今日だって練習してたよね。ねえ、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 やだ、え、待って、本当にやだ、ね、え、あれ、何、あの伝説の、そうだよ、ゆるキャラのさ、今流行りのゆるキャラの一発ギャグ、うん、この間のイベントだけ一発ギャグいっぱいやりたくて散々滑ってたけども、やったよ、この間のイベントでね。はい、これね、私が決めるのもあれだけど、これマジです。マジじゃないから、やめなさい、本当にやめなさい、はい、練習してお家で、実は練習してるんでしょ。で、待って、目がガチになってきたよ。もう本当にこれさ、もう心に、うん、あ、でも今髪を置いてやる気満々だった。準備入った、準備入った、心に傷を負うんだから。ちょっとカメラマンさんいいですか、じゃあ準備。
何をやってくれるんですか。いや、さっきゆるキャラっつったし振っといてさ、やめてくれるさ、適当になるの、はい、すいません。ゆるキャラでしょ。じゃあお願いします。はい、業務頑張ってるさ、キッシー。わほー、やっほー、楽しいっしー。まだまだですね。はい、これじゃあシルさんに一応確認しますけど、これマジですか。マジじゃないですか。マジじゃないです。何度言わせるんですか。やめてください。マジじゃないそうです。マジじゃないです。まあ、今の結果見たらマジじゃないっていうのを皆さん分かったと思います。もうみんなも困っちゃってんじゃん、反応に。ああーとか来てる。そりゃそうなるわ。こんなコメント初めて見る。事故だよ、事故って。でも可愛すぎるって来てた、よかったよ。大丈夫、本当私も可愛いと思った。やめてください、口だけ。さあ、ということで、そろそろ時間が来てしまったので、以上、はい、リアルマジアで検証コーナーでした。イエイ。さあ、そろそろですね、はい、もうエンディングの時間となってしまったんですよ。早いね。時はあっという間ですね。そうですね。さあ、ここではですね、あのお知らせをしたいと思います。全国呼んで縦断マジでキャンペーンの情報。マジアでキャンペーン全国縦断。ちょっと言わせて、まあ、ちょっと一回止まって。あのね、縦断にね、スタッフさんね、あの振り仮名振ってくれてるって言ってたけど、うん、振ってないよね、うん、ほら、これはめてる時のお前。今日のね、番組ちなみははめてる。全国縦断マジアルキャンペーンの情報、こちらくまちゃんにお知らせお願いしたいと思います。はい、そうですね、うん、あのベリーズ工房3月3日で10周年を迎えまして、うん、はい、こうね、10年間のね、もうファンの皆さんはもちろん、うん、こうね、スタッフさんやもういろんな方がもう応援してくださってて、はい、もうそれの感謝の気持ちを込めて、うん、はい、こう私たちがいろんなね、都道府県に行って、うん、感謝の気持ちをもらいつつ、はい、こうね、10周年をお祝いしてもらおうという企画でございまして、うん、はい、いろいろね、都道府県行っているのでね、うん、ぜひとも私たちのことをね、お祝いしてください。お願いします。はい、スタッフさんはなんかがっくりしてるけど大丈夫、今ので合ってます。待って、でも私スタッフさんに、あ、そうだ、合ってる、合ってる、 OK、 出ました。そう、スタッフさんに言われた通りにこうちゃんとこう今出したから、はい、大丈夫、はい、大丈夫です、はい、お祝いしてもらおうですからね、はい、皆さん、いろんなところに行きますので、はい、私たちがぜひともよろしくお願いします。お願いします。さあ、続いてはベリーズ工房10周年記念舞台、演劇女子部ミュージカル戦国自衛隊のお知らせです。こちらはキャプテンの清水咲さん、お願いします。はい、まあ、私たちベリーズコボ年に1回ぐらいのペースで舞台やらせていただいているんですが、はい、今年ベリーズコボ10周年の年に、うん、あの名作戦国自衛隊をなんと女子だけでね、はい、演じるということで、まあ、女子だけなんですけど、私たち男性役としてね、初の男性役としてやるんですけど、熊井ちゃんなんてはね、はい、上杉謙信を待って、ね、待って、戦国自衛隊は私たち前にもやらせてもらったことあるんだよ。大丈夫？何、まだ台本もらった時読んでないの？ちょっとそれも問題。ねえ、もう一回勉強し直そう。し直そう。ちょっとね、数年経ってるから。うん、まあね。もう一回あの2年ぐらいしか経ってない。勉強し直して臨みたいなと思います。ということで、まあ、こちらの戦国自衛隊は5月の11日から18日まで、新宿全労災ホールスペースゼロで行いますので、ぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてですね、はい、私たちベリーズ工房、今ただいまツアーの真っ最中でございます、はい、ベリーズ工房デビュー10周年記念コンサートツアー、リアルベリーズ工房という、ツアー名なんですけども、もう今始まってますね。始まってます、はい、次はですね、3月の21日、はい、NHK 大阪ホール、うん、そして3月の22日愛知日本特殊東洋市民会館フォレストホールで、うん、そして4月の19日は渋谷、東京の渋谷公会堂、はい、そして4月の29日埼玉サンシティ越谷市民ホールで行います。はい、まあ、詳しいことは、うん、ハロープロジェクトのね、オフィシャルサイトをチェックしてもらえたらなと思います。はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。さあ、そしてですね、はい、あとですね、なんとこのニコニコ超会議3、はい、超音楽祭にも出演します。はい、4月の26日、デイ1は、キュートとアップアップガールズ、カッコ仮、はい、さんが出ます。そして4月の27日、デイ2には、我らがベリーズ工房が出演します。イエーイ。まあね、初めての出演だから、本当にね、もういいところを見せつけたいなと思いますので、はい、皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お待ちしてます。さあ、この後は
ですね、プレミア会員限定コーナーがあります、はい、サイン入りポスターの当選者も発表したいと思います、はい、またプレミア会員でない方はぜひこの機会にご登録くださいませ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、告知が無事に終わりました。今日の終わりでした、うん、さあ、ということでね、今日どうでしたか。いや、ちなみにドッキリを仕掛けたんですけれども、うん、もう なんともね面白い反応で、はい、でもこの1時間すごいあっという間でしたね。いや、本当にあっという間、うん、あっという間すぎたんだけど、やっぱなんだろう、このちなみの部屋だったりとか、うん、ちょっとすごい台本にね、徳永徳永徳永っていっぱい書いてて嬉しかったんだけど、この後終わってからのね、反省会がすごく怖いですそれリアルなやつでしょ。リアルなやつね、うん、とかもありますし、でもちょっと今回学ばせてもらったこのね、ニコニコ動画さんで学ばせてもらったことをまた今後のベリーズ工房の活動に、うん、そうですね、こう反射反映できたらいいなと思います、はい、反射しないでください、はいはい、楽しかったです、はいはいということで、熊井さんどうですか。そうですね、まあ、今回ちなみのドッキリということでね、うん、まあ、1位はびっくりしたと思いますけども、ほんとびっくりしたね、まあ、ベリーズステーション1422のスタッフさんまでね、ちゃんと駆けつけてくださったのでね、ベリーズステーション1422それ忘れてた今ちょっとそこはね、はい、あの、まあ、私たちそっちでもやってるのでね、はい、ぜひともね、ブログ、まあ、ちなみにいろいろ言いましたけども、自分も見習って頑張りたいなと思います、うん、はい、頑張りましょうね、はい、ょうね、お互いお互い様ですから、結果はともあれ。いや、私らはちょっとまだ上なんでね、はい、はい、まあ、まあ、そこは、はい、頑張りましょう、はい、本当に今日はね、いろいろ勉強になりましたね。なりましたね、そうね、きっと、うん、もっともっとね、こうボキャブラリー言葉をね増やしていきたいなと思います。まず日本語からですね。いや、まず本当英語とか勉強してる前に日本語を学びたい頑張りましょう、うん、頑張ります、はい、ということで皆さん今日は本当にありがとうございました。あ、キャプテン感想どうだったいや、もう楽しかったよ楽しかったです、はい、あの、なんかもうちなみを見てるとなんか鈴木奈々さん見てるみたいで、なんかね、これね、これあの本当にあの鈴木奈々さんよりは頭いいから本当に大丈夫、そんなこと言っちゃってやめておいて、本当に、ライバル心出さなくて大丈夫だから。いやいや、ちょっとライバル心とかじゃなくて本当にあの鈴木奈々さんよりはできると確信しておりますので、はい、不安ですけれども、はい、怖いですけれども、はい、でもすごい楽しかったし、はい、まあ、今後ね、みんなで MC 鍛えたりとか、本当にね、うん、頑張っていきたいなと思いますよ、うん、はい、はい、ということで、さあ、それでは皆さん本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。頑張ります。
限定コーナー、イエーイ。さあ始まりました。ここからはですね、はい、本編で紹介しきれなかったメールを紹介しつつ、うん、リアルマジアル検証の続きをやっていこうと思います。はい、早速やっていっちゃいましょう。はい、じゃあ行きます。こちらはですね、太郎さんからです。はい、以前かっこおそらく1年以上前、ワッカというサービスでベリーズ工房みんなで交換日記を行うという企画があったのですが、自分の記憶が確かならば熊井ちゃんで更新が止まっていたのですが、あれはどうなりましたか。私ね、そうだったのかな。でもやってたよ、ワッカ全員回ったの。あれワッカってなんだっけ。交換日記だよ。やってた。てかあるよね、ワッカってちゃんとこうやって写真も撮ったことある。あ、そうなの。あるよ。熊井さんで止まってるらしい。私ね、これがマジなのかマジじゃないのか、これ誰、誰に判定してもらいますよ。わかんないね、メンバー。でも私マネージャーさんから聞いてない。マネージャーさんの責任だった。熊井さん対抗してきました。え、本当に私なの。なんでなんで私って分かったんだろう、その前に。その人、いや、どこかできっと止まったんでしょうね。うん、なんかだって2回目回ってきた記憶がないんだけど。いや、私もなんかこれワッカって聞いたことあるけど、交換日記をやりますっていうのは聞いたのよ、説明を受けたけど、その順番は聞いてない。さあさて、熊井ちゃんがどっちの判定をするのか。さあ、待って、はい、熊井ちゃんで更新が止まっているのはマジですか、マジじゃないですか。マジじゃないです。おお、言いましたね。言いましたね。なんで私なんだろう。え、わかんない。誰が本当かわかんないもんね。そうですね。うちら自身も正確に思って。まあでも熊井ちゃんが言うんだったらもう、そうですね。マジじゃないということですから。はい、多分止まってたらもうさすがに今、だって結構前の話だもんね、これ。はい、前の話だったもん。さすがに更新しますよ、私も。はい。うん。でも多分、てか私じゃないと思います。はい、なるほど。じゃあこれはマジじゃない、マジじゃないということです。はい、さあ続いていきたいと思います。はい。熊井さん読みです。はい、はい、ですね、実はももちとちなみは大の仲良し、マジですか。マジじゃない。そんなはっきり言い切っちゃったよ。なんかほら仕事の仲間だ。マジじゃない。仕事仲間だみたいな感じ。マジじゃない。これは本当にこう本当にテレビでももちを見たら、うん、なんか拒絶反応やだあの消音にしちゃうみたいな。消しちゃうの。音を消しちゃったりとかチャンネルを変えちゃったりとか、その何こういう反応しちゃうぐらいのレベル、本当です。もう10年以上一緒にやってきたのに。いや本当、なんでやってくれたのか私も不思議。あらまあ、そう、昔は本当によく喧嘩してたけど、最近はこうビジネスパートナーっていう言葉を覚えたから、やっぱりそこら辺でこううまくやってくれたなって思います。今後もまあそうね、あのももちは苦手分野だけど、まあ尊敬は尊敬はしてるから本当に。なるほどね、うん、苦手だけど尊敬はする。そう、ね、本当に、あのリスペクトしてるから。すごいね。これからもねビジネスパートナーで、うん、まあぶつかり合いながらたまにくっつきながら頑張っていきたいなと思います。はい、マジじゃない。以上です。仲良くやりましょう。はい、はい、じゃあ続いて清水さん読みです。わかりました。男性キャワリーさんからです。一番最初のアロハロで旗にペインティングをしている時に、リサ子の両胸についていた手形はちなみの手形だという嘘。本当ですか。すごいお便り来たね。事務所付近出た。これもう一回ちょっと大きな声で。事務所付近出たの。読みます。一番最初のアロハロで旗にペインティングをしているときに、リサ子の両胸についていた手形はちなみの手形だという噂は本当ですか。これ OK 出したんですか。答えますよ、答えますよ、いいですか。もう聞かれちゃったから答えるしかないよね。マジやで。ねえ、ここがね、言うのって。なんであれやったの。おかしかったからね、やっぱり。聞いて聞いて。これはあの本当にね、その後もいろいろこう聞かれたわけ。ラジオとかのお便りも届いて、そのねお便りさばいてたわけ。だから今 OK 出たんだと思ったんだけど、あれはね、あのスタッフさんにふざけ半分で、た
福永行け行けって言われたの。誰だそのスタッフさん。なんでそんなことさせたの。行け行けって言われて本当にこうやってやって、うん、おーいって言って後ろからはっつってダメだよ。遊びじゃないんだよ。でも、ね、あの白の洋服着だから、うん、手形が綺麗に本当だよ ね, ねくっきりとね、うん、そうおかしかったからあれ写真でこれ本当に OK 出たのかな。いやもうこの年齢になったからこそ多分言えるね、言えることだよね。当時だとね、ほら行くちなみもちなみだよって書いてある。本当その通りだね。本当にこれは本当すごいファンの皆さん申し訳ございませんでした。マジやでマジやでってことね。さあということで以上リアルマジやで検証コーナーでした。いや最後にすごいのが来ましたね。本当にね、特大が来ちゃったよ、うん、ぐったりしちゃった。ではですね、最後にポスターの当選者の発表したいと思います。はい、こちらのポスター、サインを3人のサインを入れたので、はい、プレゼントを3名の方にしたいなと思います。はい、うん、それではドキドキの3名の方を発表したいと思います。プレゼントの当選者の方はですね、はい、流さないおうどんさん、うん、そしてイカ様、はい、そしてミスターブーさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、3名の方にはプレゼントを、お送りしたいと思います。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、ということでプレミアムコーナーもこの辺で終了の時間となってしまいました。はい、あっという間でしたね。ね、本当に今日はぐっすり寝れそうです。ぐっすり寝れそうですね。はい、確かに今日はもうぐっすり寝れそうです、うん、そうだね。ということでね、プレミアム会員にお付き合いいただき、うん、本当ありがとうございました。ありがとうございました。ベリーズ工房もね、これからも頑張っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで以上、ベリーズ工房10周年記念マジアで特番でした。さようなら。おならじゃないから。さようなら。